今日はベーコンと水菜のペペロンチーノとトースト2枚にレタスとハム2枚です。2枚ずつです。はい。下にはバターと、ニンニクとマスタードとマヨが乗ってます。はい、食べたいと思います。イエイ。さて食べよう。昨日は胃もたれ爆発やったからな、あんま食えへんかったけど。今日は食べよう。あ、はい、どうも、カテムス協会でございます。今日は久々にトースト焼きました。買ってたんですけど、なかなか朝食食わないんでパンあんま食わなかったんですけど、冷凍にあったんで食います。あとペペロンチーノ、普通米です。というわけで、いただきます。今日はね、控えめにしたパスタはパン食べるから。買い物行かな。食材なくなったわ。2週間やっぱな。うん、うまい。シンプルなパスタはうまい。ニンニクもなくなったし、マヨもなくなったし、朝飯っぽいですね。ついに学生生活が始まりましたね。もう昨日ね、帰ってきたらすんげえくたくたやった。朝4時からね、朝4時、嘘ついたわ。朝9時から4時までみっちり授業なんで。まけに一昨日の見に行ってて、学校帰りに。もうすんげえね。二日酔いじゃなかったんですよ、昨日は。胃もたれで、飯がね、食えなかったけど。ようやく今日は復活して、いつもの腹ペコパセモトです。飲みに行った時もね、ハイボール飲み放題やったんでね。調子こいで飲んでたらね、食べやばいっすね。あ、食パンうまいな。超熟ですけど、安いんで。来月はね、また休みがね、半分ぐらいなくなっちゃうんで、1週目と2週目が人間ドック、3週目がまあ
脳ドックみたいなのも行って、一緒にしない、一緒にしないんですよ、保険適用なんで。この場合3週目の脳検診は保険に行くんで、人間ドックと一緒にできなくて、翌週で、その次の週はまだ学校、バタバタや、5月、いい詰まりしてた。まあ多分ジジイになったら餅かなんか喉詰めて俺は死ぬんやろな、もしくは湯船に煮ちゃって死亡やな、どっちかやな俺の死因は、病気でない限りは。こういう子ちゃったのうまいね。今日買い物行っとかないといけないなと思ってる、ただいま4時なんですけど、飯食って食材買いに行くのって嫌じゃないですか。腹も減ってないのに食材買いに行くの嫌ねん、すごい嫌ねん、多分今日行かへんのでしょう。明日買っとかな、やばいのに、それでも行かへんそうやな。卵もないしな、まあ冷凍食品は、ね、結構あるんで、ね、明日の昼飯ぐらい何度でもあるんですけど、ちょっとこの2日間ほど忙しかった、忙しくバタバタしてたんで、バタバタって学校とか忙しかったんで、今日なんかゆっくりしたい。お腹いっぱいになったらね、いろいろやる気なくなるから。満足。今日めちゃめちゃええ量やったな、ちょうどいい、パスタもバカやってなかったし。
ベーコンもうまい。というわけでパテモス協会ペペロンチーノとハムトースト食べました。ごちそうさまでした。美味しかったです。